ょっとなんか榊みたいなやついたんだけど。あー、ちょっと待って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 。でかすぎだろお前。でかすぎワロタだよ、ほんとに。誰も笑ってないっちゅうねん。何がワロタやねん。一人で実況してんのに誰が笑っとんねん。誰が笑っとんねん。誰も笑ってないわ。ほんと榊大好きだな。お前ゲイだろ。よく来るな、お前、ほんとに。レンさん大好きか？もういつでもお相手してやるよ、ほんとに。いつでも来い。そろそろ覚醒するんじゃないかな。あ、まだしない。まだ覚醒はしない。はい、避けてー。あ、どういった？榊？出た！ブリッジ榊！ブリッジ榊！あー、そう。お前めんどくさい。ちょっと。近近すぎんだけど。あー、でもほら、もうおかしいもん。もうちょっと、痛い。痛い。はぁ、榊、もうやめてくんね、ほんとに。たんま。かっこいいな、お前。え？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 どういうこと？ちょっと、ちょっと謎なんだけど、榊は一体どうしてああだったの？え？どこにアイテム落ちてる？あ、これか。な、秘密のレシピ？あ、全然違うわ。箱に詰められるもの。山の各所から見つかる黒い箱には人々の死生観と自然への恐れが詰められていた。その中にあるものは人中である。人々は自然を恐れ、死を恐れるために、箱に巫女を封じ、水の源へと沈めていた。黒木沢を沈めるために。黒木沢は隔離王、つまり死後の世界との境界とされている。つまり、生命の源である水の底に死後の世界があると考えられていた。その沢から溢れる黒き水、黄泉は、黄泉そのものであり、常に溢れて、聖女な水と混ざり合う危険を、なんだよ、拒んでいるからな。うん。生と死の境は曖昧で、巫女はその境界を守る存在だった。この山の巫女たちは山へと入った人々を見取るとき、その記憶を引き受けるという。他の地方にある口寄せ巫女に近いものだと思われるが、氷上山の巫女は死にゆく者の記憶を引き受けていたのだろうか。死にゆく人、死に憧れる人々の記憶を引き受ける。それは死を分かち合うことだ。氷上山の巫女たちは人々の死を見取り、引き受けた秘密を抱いて箱へと封じられる。巫女はご神体である水の一部であり、人と繋がることもできた。巫女は人と死を傍回する水によって、傍回でいいのかな、あ、媒介か、媒介する水によって。氷上山の巫女は言い伝え通り、死を、司る
が、それは人々の生を支えるためのものだったのだ。漢字がさ、多くて困っちゃうお兄さん。もう漢字が多くて困っちゃうわ。さっきね、3メートル級のお姉さん出てくるし、怖いわ。超大型巨人やわ。怖いわ。さあ、つってね、監視カメラ見てる、つってね。そして、水の清らかさを守るために、選ばれた巫女たちが、とこしえば、人柱として、あ、人柱ね。人柱っていうのね。人中と呼んでたわ。黒い箱に入れられて。人柱ね。はい。今更ながら覚えたわ。ひそかさんのとこにまだ来ないな。カメラ全滅じゃん。店舗入り口以外全部ザーってなってんだけど大丈夫かな。とりあえず、上の人たちの様子を見に行こう。いやーもうやめて、うぃー、多すぎだろ、多すぎ悪か。誰も笑ってないっちゅうねん、ほんとに。え、多すぎない?多すぎない?ちょっと多すぎない?ちょっと多すぎない?ねえ、胸元のパクリ割れてお姉さん方、ちょっと多すぎない?多すぎない?多すぎやしないですか?ちょっと待ってくださいよ。多すぎやしませんかね。そんな一斉にかかってきちゃダメでしょ。多すぎやしませんかダメですよ。そんなに出てきちゃダメだ。つくだろお前ら、ほんとに説教だろ。もう幽霊としてちゃんとね、あ、もう胸が違う。やめて、すぐいらないから。誰も喜びやしねえよ。はい、ほらほら、3人まとめて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 、1人もうなんかヤバい人いんだけど。あれ、あと1人は?いたいたいた。もう変えよう、フィルム。はいはいはい、おい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 、07でも勝てるかな。もうなんかもうダメだな、このゲーム。俺が考えてたゼロと今作は何かが違う。怖いは怖いけど、なんかこういうのじゃないよね。こいつを連れて中に入るわけにはいかない。まあそうだよね。チェックチェックチェック。稲崎美空、娘のミュウと姉妹にしか見えない。やっぱそうだよね。どう考えてもそうだよ。誰が思ってもそうだわ。うん。ずっと山の奥、隔離用に近い場所に囚われていた。隔離用とは、常世のこと。つまり、永遠の世界。そこにいる間は、年を取らない!でもさ、ミクちゃんの方がさ、大人だよね。あ、そりゃそうか。だって結婚して、ミュウちゃん産んだからね。そりゃそうだわ。そりゃそうだけどさ、よかったわ。自分だけかと思ったわ。姉妹に見えるの。またなんか落ちてるー。さっき落ちてなかったよ。流行を待つ巫女たち。
長いな。箱の中の巫女は死と生と死の狭間の存在となり、永遠に生と死を繰り返しながらゆっくり水へと溶けていく。それは激しい痛みと苦しみを伴うものとされており、巫女は箱の中で一人山を守る結界の支えとして耐え続ける。その生きる意志が続く限り、苦しむ巫女の魂を慰め、柱としてより長く生き続けられるように行われる儀式、それが幽魂である。一人苦しみに耐え続ける巫女に、巫女を目合わせるため生きている男を山へと招き入れる。巫女となる男は柱となって巫女から一人を選び、ちぎりを交わす。男が巫女と結びを、男が巫女とちぎりを結ぶその一瞬の間だけ、巫女の魂は現世に帰ってくるなという。伴侶を終えた巫女は再び、棺籠へと戻る。生と死の境を支える柱であり続けるために、巫女は幽魂が果たされるまで一人、棺籠の中で選ばれるのを待っている。それは、生死を、超越しちゃったのかな?うん。人の思いのための儀式。自然を、まあ、尊敬し、うん。自然を恐れ、しかし、人を愛し、生きる、この国の人々に根付く思想を表しているのではないだろうか。絶対、ひそかさんの部屋って鏡の中の人出てくるよね。ちょっともう怖かったから、もうちょっと、ひそかさん見ていこう。もう、あれだよね。なんか、バービー人形。ほら、胴体の方より、どう考えても足の方が長いじゃん。モデル体型だね。すげえな。人とは思えない美しさだね。人じゃないよね、ひそかさん。美しさが人じゃない。微妙じゃねえよ。微妙すぎるわ。ね、ほんとに。こんな人いないでしょ、世の中に。大丈夫なの?カメラに戻っていいの?じゃあ戻るよ。とりあえず、ルイが心配だ。ルイが心配だよ。戻ろう。もうこの3人ばっか気にしてる場合じゃない。3人じゃない。4人だ。ルイを気にして5人だ。もう男だけ辛いぜ、ほんとに。はい、よかった、寝てるね。はい。ユーリ、ひなさきさん親子。うん。ルイ。うん。五人。連れ戻した方がいいが。うん。柱を失った山は。うん。どうなる。さあ、どうなるでしょうかね。6カメラ、1階か。6カメ。あ、ムービー入っちったよ、もう。来るぞ。気をつけろ。え?レン自身。え、なにこれ?どうなってんの?え、ちょっと待って、謎すぎる。倉庫入ってったけど。行こうか、じゃあ。なるほど。なんで?ちょっと待って。ここは前に来たことがある。ここでは幽魂が行われていた。散策しろって言われたけど、とりあえずじゃあ、こっちの方から散策すればいいのかな?なんでまたここ来てんの?謎すぎるだろ。どういうことやねん。どういうこっちゃ。あー、なに?もう、なに?お、勝手に開いたし、自動ドアだし、なんかめっちゃいっぱいいるし、なんかもう、女の人6人いるハーレムじゃん。レンさんやったね。
誰選ぶ？誰選ぶよ。なんで白菊だけ被ってねえのよ。なにみんなして見て。なに上なんかもう、パッドがブルブルしてる、パッドがブルブルしてる。終わったの？なんなの？氷上山で行われていた儀式の本当の意味を知ったれん。うん。生に執着をなくした人々が訪れる氷上山。そこは、うつ所？うつ所っていうのあれ。絶対読まないだろう。隔離、まあ、隔離用はわかるとしよう。現世でうつよって。まあ、いいよ。そういうことしよう。うん。場所だったと。山を訪れた人々はここで生を終える。その生を水へと返す巫女たち。巫女は人々の最後の思いを見取っていく。そして最後には、彼女たち自身が、人中じゃない、何？人柱となって箱へと入れられる。幽魂とは、人柱となった巫女の魂を慰め、契りを交わした二人を棺籠に収める儀式。巫女たちは、隔離用へと繋がる。泉に沈められる。すべては水と繋がっている。はい、終わった。はい、ランク S。おめでとうございます。はい、OK。続いて、やっていきます。次回。お、待って。衆の雫。お、ついに終わり？ついに終わり。あー、今回は、14の雫ということですね。14話で成り立ってると。はぁ、あ。了解しました。ということで、次回ですね。衆の雫、黄泉の花嫁、やっていきたいと思います。はい。ミッション内容としては、ユーリ、レーン、ミュウ、それぞれの最後の場所へと向かう。最後の場所。ってことは何？三人使うってこと？なんかかなり長くなりそうだな。まあ頑張っていくとして、今回は、マガツヒ、S ランククリアということで、終わりにしたいと思います。ということで、次回、衆の雫、黄泉の花嫁、そちらでお会いしましょう。それでは今回の動画もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そちらの方お待ちしております。では次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあな！最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、PC からは画面上のアイコンをクリック。スマホ、携帯機器からのチャンネル登録は下のアイコンからよろしくお願いいたします。では次回の動画でもお会いしましょう。